ウィンターカナリアは、テルデのグランカナリア空港、3、クリストバルデララグーナのテネリフェノルテ空港に拠点を、オクスペインのコミューター航空会社、ビィンテルカナリア、ビィンテルカナリアスなどと表記することもある。1988年2月18日に、イベリア航空の子会社として設立され、1989年3月26日に営業を開始。 コミューター航空会社として営業を開始し、現在カナリア諸島にある8つの空港すべてに就航している唯一の航空会社である。ベルガもパリに就航する計画があったがとんざした。今日ではリスボンとカーボベルデへの定期便がある。2016年 ATR72 から500の後継に ATR72 から600を6機発注することに合意した。その後、 12機を追加で発注している。2018年6月には、マデーラ島とポルトサント島を結ぶ、マデーラ諸島間での運行を開始した。2019年1月現在、ダグラス DC-9 特別塗装の B737 から 400ATR72 から500、ボンバルディア CRJ10002019 年12月、現在、ビンターカナリアは、 エンブライルイ、e、195E2 の発注を確定した。ビンターカナリアがヨーロッパのローンチカスタマーとなり、2019年11月22日に最初に納入された。2019年12月に運行が開始された。これまでにボーイング737から400、ATR72 から202、カーサ CN-235、ボンバルディア CRJ-200、200 CRJ-900 を運行していた。2005年にヨーロッパで最も優れたコミューター航空会社に認定され、2010年9月欧州地域航空協会から2010、2011年の最高の航空会社としてゴールドアワードを受賞した。ウィキメディアコモンズには、ビンターカナリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。